メルブラとウニってパッと見でも全然違うゲームなのに、両方とも面白くて人気ってかなりすごいのでは。もしこの2つとパッと見で違う第3の柱になるゲームがフラパンから出るとしたらどんなゲームだと思いますか？はい、お便りいただきありがとうございます。自分で送ったのかみたいな、すごい手前味噌なマシュマロみたいになってんじゃん。で、電撃。まあ確かにね、電撃も面白いですよ。だからまあ電撃はほら、最新作というか現行機では出てないから、これはまあしょうがないんですけど、まあ確かにね、どうなんだろうね。その、もともとメルブラ、アクトカデンツ、アクトレスアゲインですね。があって、その後アンダーナイトを作ったんですけど、その時のコンセプトとしては、メルブラじゃないゲーム作ろうぜだったんですよ。言ってしまうと。もうメルブラは作ったから。違うゲーム作ろうみたいな。バカの一つ覚えみたいな同じゲーム作るとあれだから、ちゃんと冒険しましょうっつって。オリジナルのゲームだし、つって。まあ作ろうかなみたいな企画が最初あったし、まあ俺としてもそういう風にしようかなって気持ちはあったんだけど、でも大前提として、うちの会社のスタッフも、私も、みんなメルブラが好きなので、やっぱメルブラっぽいテイストはどうしても入るんだよね。だから、目指してる方向は違うんだけど、味付けが似てるみたいな。和食と洋食で違うんだけど、まあでも辛いよね、みたいな。そういう部分の根っこの部分というか味付けか、の部分の似てる部分はどうしても出ちゃうよね、とは思いますね。で、第3の柱のゲームですよね。揚げるか焼くかみたいなね。まあ、第3の柱になるゲームっつったら、まあ分かりやすい例で言うと、コンボゲーからの脱却。またその話か。まあ、系譜で言うとやっぱストリートファイターの系譜みたいなゲームが作ってないから、そういうゲームは一回ぐらい作ってみたくはあるけど、それぐらいかな。それ以外だとね、もっと独自性のあるゲームにしたいとは思うんだけど。ただね、ストリートファイター系のゲームって、結構大変なんです。本当にフレームのゲームなので。まあ、スト5、スト6あたりですね。スト4はもう結構こう元気いっぱいハツラツな感じなんで一旦置いといて。ストリートファイター5、6ですよね。あの辺のゲームって数字のゲームなんですね。この技は発生が何フレームです。持続が何フレームです。硬直が何フレームです。で、そんなんだな。まあ、基準値として、例えばしゃがみ中パンチは発生何から何で、発生が6だったら、こっからここが基準値で、リーチがこれぐらいになっていて、ガード差した後の硬直差がいくつで、で、特定のコンボを決めた後の硬直差、通常投げた後の硬直差いくつで、前捨ての全体が19フレームで、最速が19で、前捨てして、プラス4が取れたらまずくて、で、プラス3かプラス2が限界なようにしてみたいなね。こう、結構細かい、その数字のゲームになるんですけど、数字のゲームを作ろうと思うと、どうしても、モーションとか、キャラゲーっぽさって薄れていくというか難しくなってくるんですよ。縛りが強くて。なんだろうな。まあなんかやっぱはちゃめちゃなアンダーナイトみたいな技とか作りにくくなってくるんですよね。さっきまですごい真面目なストリートファイターだったのに、急に、はぁ、幻影人とか言ってきたりさ、スタンドキャラと一緒に挟み込んで殴ってきたらさ、待てってなるじゃん。なっちゃうじゃない？だから、やっぱ自由度はね、どうしても少ないというか、少なくならざるを得ないというか、まあ、そういう人向けに作らざるを得ないので、そこがね、やっぱネックなんだよね。なんだけど、そういう中でスト6は、うまくやってるなって思いますね。だけど、ちょっと行き過ぎていくと、てかなんていうのかな。現状だとさ、ほら、スト6の JP ですらさ、なんかこう嫌だなっていう人いるじゃない。まあ、結構なんだ。こう、ストリートファイターっぽくないみたいなね、いう人もいると思うんだけど、それぐらい結構繊細な話な気がするんだよね。あのキャラクター自体俺はすごいいいキャラだと思ってるし、あのキャラのそもそものコンセプトとして、それこそアークさんのゲームとか、うちのゲームとか好きな人ができるように作られてると私は思ってて、そういう客層をちゃんと取り込もうっていうね、他のメーカーのゲームが好き、ストリートファイター系をやってない人も引っ張っちゃおうみたいな、そういうあれすら感じるんですよ。だから、まあ、ようできてるなと思ったりはするんですけど、だからね、第3の柱になるようなゲームっていうと難しいんだよね。まあ、メルブラは、まあ、比較的、ぴょんぴょん跳ねて、コンボバシバシ繋がって、演出派手めのゲームで、アンダーナはね、ぴょんぴょんは飛ばないので、まあ、そこが明確に違うんだけど、まあ、コンボは繋がるし、立ち回りのギチギチさ加減というか、差し合いというか、っていう部分は、まあ、独特ではある。メルブラにはそういうのないんでね。
なんですけど、味付けとしてはちょっとアンダーナイトは濃いめに作ってる感じはするね。なんで、もうちょっと味付けの濃い薄いではなく、まあ洋食和食ってきたんで、次は中華だぞみたいな方向に持っていくべきなので、じゃあ 3D で、3D のゲームにしましょう。ラウンド1、レディーゴー！リングアウト！オラオラ！ 10 年早いんだよ！こんな感じで言いましょう。ただね、まあ、結構真面目な話では何回も言ってますけど、フランスパンみたいな弱小な小さい会社が頑張っていくには、ある程度こう隙間産業でやっていった方がいいよって思いますよね。これはまあしょうがない。事実として。パワー勝負になるときっちり、なんか言うとなんか言われそうだけど、まあ実際ね、まあ社員のスタッフ数がさ、10倍、100倍って違うってなるとさ、まあ大変だなってなるんでね、得意分野で勝負して戦っていきたい、みたいな気持ちはなくはないんですが、まあでも新しいこともやっていきたいですよね。よいしょ。まあとりあえず、第3の柱は、ちょっとね、じゃあトップシークレットっていうことにしておくか。秘密で。秘密もクソもないんですけど。はい。お便りいただきありがとうございました。